はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデザートの新商品、ハワイアンハウピアパイの紹介をしたいと思います。値段は1698円でした。これなんですけど、これ、ちょっと前に出たデザートの新商品で、なんか新しいパイ出てると思って、ここのところ、フルーツのタルトとかは出てたんですけど、 こういうクリーム系のはい出てなかったなと思って、しかもハワイアンハウピアなんて聞いたこともないなと思って、これは買わねばと思って買ってきました。それで、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、チョコとココナッツミルクで作ったハワイ伝統のスイーツです。なんて書いてあって、このハウピアっていう名前なんですけど、 ちょっと調べたんで紹介します。ハウピア。ハウピアはココナッツミルクからできたハワイの伝統的なデザートって書いてありまして、このココナッツミルクで作ったムースのようなババロアのようなそういうデザートのことをハウピアって言うみたいです。写真でもこんな感じでゼリーというかムースというかそういう感じのココナッツミルクを固めて作ったデザートみたいです。 じゃあ早速見ていきましょう横から見るとこんな感じでコストコのいつものタルトの生地でこれ直径 30cm あるんですよね。持ってみると結構クリームがたっぷりりででずっしし重い感じでした蓋を開けるとこんな感じでシャンティホイップとチョコクリームがこんな感じでたっぷりかかっててすごい美味しそうですよね。 タルトの生地をしっかりしてましたいやー美味しそうですよねそれで早速切ってお皿に盛り付けてみたんですけどこれで1 8分の1の量になります取り分けた反対側はこんな感じなんですけどくっきり層になっているのが分かりますよねそれでもうこんな感じでクリームだとかムースが層になってて結構垂れることもなくしっかりしてる感じで もうほんと美味しそうでしたそれで味の方なんですけどまずそれぞれの具材を別々に食べた味の感想から言いますまずこの一番上に乗ってるチョコチップなんですけどこのパイの中で生地以外で唯一食感のある食べ物でほろ苦くてその食感とほろ苦さがこのパイのアクセントになってる感じでした。次に その下のシャンティホイップなんですけど、この部分ですね。もうこれが甘くて軽い感じのホイップクリームでした。次にこのチョコクリームなんですけど、この周りに盛り付けてあるクリームですね。このクリームなんですけど、カカオの効いた感じのコクのあるチョコレートクリームで、そのコクが結構味のメリハリになってました。次にこの ハウピアなんですけど、先ほども説明したように、ココナッツミルクでできたムースというかババロアのような感じで、結構食感はしっかりしてるんですけど、ザラザラした感じとかは全然なくて、滑らかな口当たりの味は軽いココナッツミルク風味のババロアって感じのムースでした。次にこのチョコレートムースなんですけど、甘みが強くてビターな感じの チョコレートムースでした。その次にこのタルト生地なんですけど、名前はパイってついてるんですけど、いつものタルト生地で、こんな感じでパクサクでしっかりした生地でした。それで全体的な味の印象なんですけど、シャンティーホイップとチョコクリームの2種類のクリームが使ってあって、ハウピアというココナッツミルクのムースとチョコレートムースの 2種類のムースで2種類のクリームと2種類のムースという合計4種類のクリームとムースでできた食べるっていうよりもなんか飲むって感じのスイーツで軽いココナッツミルクの風味やクリームの甘さやチョコレートのムースとクリームのほろ苦さがそれぞれ味にメリハリのある感じで食べたことない 甘みも味も飽きのこない感じの本当に美味しいスイーツでした。こんな感じでクリームもしっかりしててすごい美味しかったです。それでごちそうさまということですね。今日はコストコのデザートの新商品ハワイアンハウピアパイの紹介をしました。ココナッツミルクの味はそんなに強くない感じで、だけどメリハリのある感じで甘さとほろ苦さと ココナッツミルクの風味が合わさって美味しい感じの食べたことないスイーツでしたんで皆さんもよかったら一度お試しくださいチャンネル登録いいねとよろしくお願いします今日はこれで失礼しますありがとうございました